皆さんこんばんは。第131期労働学校へようこそ。本日はいよいよ最終日となりました。第1回哲学、第2回経済学、難しそうだなと思うテーマでしたが、先生のお話は大変わかりやすく、なるほどそうかと発見できる点がたくさんありました。まだご覧になってない方はぜひご覧になってくださいね。さあ最終日、本日のテーマは階級闘争論です。階級闘争論、はい、仕方がないではなく、みんなで変えるへ、労働組合で実現しようというテーマで行っていきます。講師の先生は関西の労働学校講師であり、労働組合の委員長もされております三つくり正則さんです。労働組合の運動の理論、歴史、憲法や労働法で保障された労働者、労働組合の権利、マルクスの示した、労働組合の原点、そして、組合活動の魅力、これを分かりやすく学べる内容となっています。最終日、今夜も皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。それでは三つくり先生、よろしくお願いします。お願いします、はい、皆さんこんにちは。関西勤労者教育協会の三つくりと申します。神奈川県の横浜の労働学校ということでお招きいただきまして、どうもありがとうございます。今日は一応関西勤労協の三つくりともなってるんですが、普段は生活協同組合生協で働いてまして、大阪パルコープという生協で今は労働組合の活動を専従で行っているんですけども、もともとはトラックに乗ってね、配達したりするそういった生協のお兄さんだったんですけども、皆さんと同じで一労働者という立場で、組合の委員長をやりながら、この関西勤労者教育協会でこういった学習教育運動にも参加させてもらっているという、そういう立場ですので、皆さんと同じ労働者ということで一緒に学んでいくというか、考えていけたらなというふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。今日はですね、この131期労働学校基礎理論コースの3回目ということで、中田先生、江口先生と続いて、今日の3回目で終了ということになるんですけども、1回目はね、哲学、2回目が経済学と、今日は3回目ということで、階級闘争論とね、この仰々しい漢字5文字の、言葉がテーマになってるんですけども、なかなかね、今階級とかね、闘争とかね、言葉は一般的には馴染まないかもしれませんけども、非常に大事なことなんで、ガチガチに階級闘争論みたいな感じでは、ならないと思うんですけども、どう戦っていくか、労働者がね、自分たちの暮らしをね、良くしていくために、そういうテーマで話したいと思うんですけども、自分でちょっとタイトルを考えさせてもらったんですけども、仕方がないではなく、みんなで変えるへ、労働組合で実現しようと、こういうテーマにさせていただきました。今ね、コロナ禍で、もう1年が経過するんですけども、コロナだから仕方がないという声がね、あちらこちらから聞こえてくるんですけども、コロナ以前からですね、結構、労働者国民はね、諦めさせられている、仕方がない、これがね、呪いの言葉のようになってて、なかなかそこから脱却できないで苦しんでいる、そこをね、なんとかみんなの力で変えていこうやというね、そういうテーマで今日はお話ししたいんですけども、ポイントはですね、労働組合で実現しようということなんで、労働組合の話を中心にさせていただきたいなと。まずですね、最初にね、どんな話展開になるかっていうので、レジュメがね、ない人もおられるかもしれませんので、説明しておこうかなと思うんですけども、まずはね、なぜ我々は労働組合を作るのか、そういった理論とか歴史をお話ししたいと思ってます。そして労働者、労働組合の権利、どんなものがあるのかね、そんな話ですね。そしてここは労働組合、その過去、現在、未来って書いたんですけども、有名なね、カール・マルクスの労働組合、その過去、現在、未来というね、労働者に向けたメッセージがあるんで、それを紹介して、現代社会と重なる部分を皆さんでちょっと考えられたらなというふうに思っております。で、最後はね、要求をみんなのものに生き生きとした活動、
まあ、生き生きとした組合活動でもいいんですけども、まあ、そんなテーマで、締めていけたらいいかなというふうに思ってますんで、よろしくお願いします。まず最初にですね、なぜ我々は労働組合を作るのかっていう話なんですね。まあ、この階級闘争という言葉にも関係してくるんですけども、まあ、前回の経済学の教室、聞いてもらった方はね、ちょっと重なる部分もあるかもしれませんが、資本主義の特徴というのをね、考えたいですね。今、資本主義社会です。で、我々人間が、物を作る、生産する、あるいは労働するときに必要なものが、2つあるんですね。それが、まず1つは、自分たちの働く能力、労働力です。労働力はこれ、誰もが持っていますよね。で、この労働力だけなんぼあったって物は作れないんですね。例えば現代社会で言いますと、工場とかね、工場を建てる土地で、工場の中で動かす機械、その機械を動かす燃料、商品を作るための原材料、いろんなものがいるんですね。そういったもろもろのもの、すべてひっくるめて、生産手段と言います。人間の働く能力、労働力と、それ以外のもの、生産手段が結びついて初めて、生産が行われるということなんですね。まあ、別の言い方しますと、労働と言ってもいいと思います。まあ、ややこしい話なんですけど、労働力と労働って違うんですよね。我々が持ってるのは労働力、働く能力なんですね。労働っていうのは持ってないんですね。労働力、我々の働く能力と、それ以外のいろんな生産手段ですね。それが結びついて初めて、物が作れるし働くことができるっていうことなんですが、資本主義社会の特徴はこの労働力と生産手段が切り離されてしまっているっていうことなんですね。何のことっていう話なんですけども、資本主義以前はこんなことなかったわけですね。例えば日本ですと江戸時代が資本主義以前の社会ですね。封建制社会、封建制社会というのは主に、まあ、日本ですと殿様ですね。殿様と農民という関係が中心です。で、農民がまあ大体働く人のほとんどだったんですね。で、農民はもちろん働く能力があります。で、自分が耕す田んぼとか、その田んぼを耕すための農耕具とかね、そういった道具、そういった生産手段を持っていたんですね。だから労働力と生産手段が一体だったんで、生産した例えばお米は自分のものだったんですね。だから半分は殿様に持っていかれるんで生活は大変だったんですけども、基本的に自分が作ったものは自分のものだったわけです。それが資本主義以前の社会なんですね。これが資本主義でどうなったか、労働力と生産手段が切り離されたんですね。どのようにして切り離されたかと言いますと、例えば有名なのではイギリスのエンクロージャーって聞いたことあると思うんですけども、要するに今みんなで共同で利用してた土地があるんですね。その土地で、畑をしたりとかね、いろいろしてたんですけども、ある日その土地から無理やり追い出されるんですね。封建領主やら資本家やらから追い出されて、そこに柵を作られるんですね。で、中にも入れないようにされて、そこで羊を、領主なんかは買って、その羊の毛を売って商品にして儲けるというね、そういうことしたんです。これエンクロージャーでですね、農民は無理やり土地から引き離されて、生産手段から切り離されてしまったんですね。で、どうなったかというと、多くの人はホームレスになってしまったんですね。だから食べていけないわけです。だからたくさんの人が餓死したりしました。で、中には、盗賊になったりする人もいてたんですけども、やがてそういった人たちが、都会へ出て働く労働者になったっていう、まあ、そんな話なんですけどね。今もう極めて簡単に説明してますけども、とにかく資本主義社会の特徴は、労働力と生産手段を切り離されてしまったっていうことなんですね。日本で言いますと明治以降、地租改正といってね、税の取り立て方が変わったんですね。それまでは江戸時代は年貢という形で現物で税を納めてたんですけども、明治になって地租改正の以降は、お金で税を納めなくてはいけなくなったんですね。税金になったんですね。
そしたらそのお米がたくさん取れた時はそのお米を売って、税金払ったらいいんですけど、なかなかそうならへんわけですね。だから税金が払えないんですね。そういった中で、例えば長男坊は、家を継ぐんでその農民になるけども、次男とかね娘さんなんかは、働きに出てこいという方で、労働者になっていったんですね。まあ、そんな風にして封建制社会から、資本主義社会に移っていく中で、労働力以外のものは何も持たない、労働者という階級なんですね。これね、階級が誕生したんですね。階級っていうのはね、どんな定義があるかっていうと、まずこの生産手段ですね、生産手段を持っているか持っていないかっていうのが一つ階級の分かれ目ですし、報酬をどのような形でどんだけもらうかっていうね、資本家会社の社長は利潤という形でがっぽりと報酬を受け取るんですね。でも労働者はというと賃金という形でちょろりっともらうわけですね。こういった風に違うわけです。この違いが階級なんですね。だから我々は労働力以外何も持たない労働者階級、それと対立するのは生産手段を持っている資本家という形になります。こういう関係です。だから労働者って何ってね、あんまり普段考えないんですよね。学校出て、就職して今日から俺は労働者になったなんてね言う人ほとんどいないと思うんですけども、例えばまあ看護師さんになりました、保育士さんになりました、サラリーマンになりました、まあそういった職種で自分の立場を認識している人がほとんどで、今日から俺は労働者なんだってね、まあそんな人いないわけです。だからまあ自覚ないんですけども、働いている人のほとんどは労働者なんですね。だから私も労働者、おそらく今日、このカメラの向こうで、見ていただいている方も労働者の方がほとんどではないかというふうに思います。ですから、労働者というのは非常に弱い立場なんですね。なぜかというと生産手段を持っていないので、生産手段に無理やりくっついていかなあかんわけですね。それを就職っていうんですけどね、就職して自分の働く能力、労働力を1日例えば8時間って決めて打ってね、その代わりに賃金もらって生活していく、これが労働者なんですね。だからまあ皆さんも多分実感あると思いますけど、雇ってる側と雇われてる側ではね、もう圧倒的にまあ言ったら立場が違いますよね。力関係違いますよね。例えば資本家会社の経営者で言いますと、資産をたくさん持ってますね。資産もたくさん持ってる、お金も持ってる、土地も持ってる、会社も持ってる。で、合わせて、会社の社長であったり、取締役であったりね、そういった社会的地位もあります。そして今の日本の資本主義社会では、そういった、資本家をね、政府が後押ししてますね。資本家に有利な様々な税制度とか、法律作ってね、資本家がもっともっと儲けれるような、形作ってるんで、資本家階級というのは圧倒的な、力、社会的な力を持ってるんですね。これに対して労働者はどうでしょうか。皆さん、労働者の強みって何があります？僕は自分とこの職場に、この数年は毎年100人ぐらいね、新しい職員が採用されるんですね。で、その、まあ、うちはユニオンショップなんで、就職したらみんな労働組合員なんですね。で、研修期間中に1時間労働組合の説明をする時間があるんです。その時に僕がもう毎回聞いてるんです。皆さん労働組合の強みって何がありますかって。どんなことあります？そうしたらね、よく出てくるのはね、いつでも辞めれるっていうの出てくるんですね。いつでも辞めれる労働者は。で、責任がないとかね。そういうまあ、回答が結構多いんですよね。でもいつでも辞めれるって強みかなと。ほんまはせっかく就職したんやからね、その職場でずっと働くに越したことないと思いますし、責任がないって言っても確かにまあ経営責任とかね、そういった法的な責任はないんですけど、どうですか皆さんの職場、ノルマがあったりとかね、様々な責任を、与えられてるんちゃいます？義務、権利を言うならば責任とか義務を果たしてから言えとかね、よく言われたりするんですけども、だから決していつか、いつでも辞めれるとかね、責任がないか、そういったものは、強みとは言えないんですよね。だから労働者の強みって何かって言ったら一つしかないんですよね。それは圧倒的に人数が多いっていうことなんですね。
まあ、大体ですけど今日本の、労働者の、人数っていうのは約5000万人からまあ6000万人というデータの時もありますけども、大体5000万人以上って言ったらもう間違いないんですね。圧倒的に働く人の大多数は労働者なんです。 80%、 8割以上は労働者というふうに言われてますね。それに対して資本家はどれぐらいいてますでしょうかと。大体100万とか200万なんですね。まあ、100万と200万全然違うんですけども、ただまあその100万200万いてる、資本家なんですが、日本の場合 99% は、中小企業なんですね。だから、この世の中を牛耳っているような、よくテレビに出てくる日本経団連とかね、ああいった大企業の資本家といったら本当にごくわずかなんですね。1万とか2万とか、そういった、規模なんですね。ですから例えば5000万人6000万人対1万人2万人なんですよ。これ圧倒的に勝負したら数ではもう負けないでしょ絶対に。例えばサッカーでもね、ボクシングでも何でもいいですよ。5000人対1人ってね、もう勝負にならんでしょ。だから労働者はそういった圧倒的な人数の力という社会的力を持っているんですね。ただそういった圧倒的な人数の力っていうのを持っているんですけども、残念ながらなかなかまとまりにくいっていうね、欠点があるんですね。なぜかというと資本主義社会だからなんですね。資本主義社会というのは競争競争競争の社会なんですね。競争させられてるんで、なかなか労働者同士が、一致団結まとまるっていうのが難しい、そういう、社会なんですね。例えばもう就職したら、まあ、就職するまでにまずまあ、大変です、競争です。学校教育も偏差値教育で、いい大学に行かないといい、企業に就職できないとか言ってね、子どもの頃から競争させられてるんですけども、なんとか就職できたとしても、正社員と非正規社員という形で、分けられてしまいますし、男性と女性ね、今問題になってます、ジェンダー平等の問題ですね。それとベテラン若手とかね、さまざまに労働者は分断させられて、まとまらないようにさせられてるんですね。そしてまあ成果主義賃金だとかね、そういったもので競争させられる、まあ、こういう状況になってるんで、なかなかまとまらんというのが問題なんですね。ただでもまとまったら強いわけですわ。だから労働者が自分たちの生活とか、労働条件を良くしようと思ったら、できるだけみんなでまとまって競争を制限する、まあ、競争をなくすっていうのはもう資本主義社会の中ではもう不可能なんで、ちょっとでも競争しないようにみんなで団結して自分たちの職場とか、生活を良くしていこうという思えば、労働組合を作って戦うしかない、まあ、こういうことなんですね。まあ、今ちょっとずっと喋ったのは、理論的というか理屈の話なんですね。労働者は、生産手段を持たない、労働力しかない、まあ、そういう弱い立場です、一人一人がね。ですからその弱い立場の労働者が人間らしく生き暮らそうと思ったら、唯一の社会的な力である人数の力を発揮する、これしかないんだと、まあ、そのためにみんなで競争を制限して一緒に戦おうというのが労働組合と、まあ、こういう話になります。まあ、ただ理屈でね、何も言われても、まあ、ピンとこえへんな、というふうなこともあると思うんで、実際歴史はどうだったんでしょうかと。世界で初めて労働組合ができたのは、イギリスと言われています。イギリスが資本主義が、発達して、真っ先に産業革命が起こったんですね。産業革命っていうのは、革命ですからね、ものすごい出来事なんですね。産業の革命ですからね。どういうことかと言いますと、それまで産業革命以前は、労働というのは大体道具労働だったんですね。資本主義になってからもしばらくは道具労働だったんです。道具労働の時代の労働者はどういう立場だったかというと、結構優遇されてたんですね。例えばまあ1日の間に休憩が何度もあったりとか、週休3日であったりとか、まあ、そういうふうに今から考えたら、随分恵まれてたんですね。なぜそういうふうな状況だったかというと、道具労働なんで人間中心だったんですね。例えばトンカチとかノコギリとかね、そういったものが道具ですけども、トンカチでトン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 と釘を打っていると、その時に間違って手を
打ち付けてしまいました。あいたたたたたたってやってる間は、止まってしまいますよね。まあそういう、道具は人間が、使って初めて力発揮するものなんで、人間が優遇されたわけです。しかも一人前の職人になろうと思ったらある程度長い年月の修行が必要だったりしますしね。そういった関係で、道具労働の時代は、労働者は比較的優遇されていました。そして働いている労働者のほとんどは成人男性だったんですね。それが機械が発明されたんですね。有名なところでは蒸気機関が発明されて、それは蒸気で動く機械なんかが発明されるわけです。機械というのは道具と全然違うんですね。勝手に動くわけですね。勝手に動いてるんで、どん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 、人間が何もしなくたって、製品は製造されていくんですね。だからこれまで手に職を持っていた職人的な労働者は必要なくなるんですね。で、逆に女性とか、子供さんとかね、これまでは手に職がなかった労働者でなかったような人が働くようになってくるんですね。だから成人男性、職人は首を切られ、女性や子供が長時間で低賃金の労働に、労働しなければならなくなる。そういった状態になってくるんですね。だからまあその機械ですから、機械というのは要はまあ動かせば動かすほど物を作れますんで、ちょっとでも長い時間ね動かしたいわけです。で、新しい機械が発明されたら古い機械は駆逐されていきますんで、新しい機械が発明される前にこの機械を、古い機械をできるだけたくさん使いたいわけですね。だそしたらもう限りなく24時間稼働になっていくんで、長時間になりますし低賃金になると。で、まあ、子供さんも働いてたというね、紹介しましたけど、4歳とかね、5歳とかね、そういった小さな、時期から働いていたっていう記録もあるんですね。まあ、こういうふうにして、産業革命によって大きく働き方っていうのがね、変わったんですね。で、ただまあ、産業革命以前からも労働者っていうのは結構大変な状況があります。例えばさっき簡単に労働力と生産手段切り離されて、ホームレス状態になったんで、そこから労働者が誕生したんです、労働者階級が誕生したんですと言いましたけども、そんな簡単なもんじゃないんですね。この、例えば資本論っていう本がねあるんですけども、これに出てくるんですけどね、農民がホームレスにすぐになったかというと、そんなことないわけですね。みんなまあそんな、就職して働くなんていうことにまだ馴染んでなかった。今でいう真面目に働くなんていうのが当たり前の時代じゃなかったわけです。で、どういうふうにしたかというと、ここにイギリスの記録が残ってるんですけども、ちょっと読んで説明しますね。ヘンリー8世の時代ですけども、1530年なんで、16世紀ですね。その時の、こんなふうに書いてある、老齢、高齢者ですね。高齢者の労働能力のない古事記って書いてますけどね、今の時古事記ってあんまり言いませんけども、高齢者で働けないような人は、免除されるんですけども、それに対して強健な、不老人、要するに健康なね、ホームレス、そういった人は、その辺フラフラしてると捕まって鞭打ちをされるんですって。彼らは荷車の後ろにつながれて、体から血が流れるまで鞭打たれ、それから自分の出生地、生まれたところですね、あるいは最近3年間の居住地、まあ、そういったところに帰って仕事に就きますと宣誓しなければならないと。そうしないともう鞭打ちされるんですね。そういうまあ残忍なことを行われたと。で、それからさらに年月が経っていきますと、法律がどん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 悪くなっていくんですけども、例えばまあ二度目に不労罪で逮捕されれば鞭打ちが繰り返されて、それに加えて耳を半分切り取られると。で、3度目の罪を犯すとその人は重罪犯罪人ということで、共同体の敵だという扱いになって死刑に処されると。だから不老者イコール死刑と、こんな厳しい法律作ったんですね。で、エドワード6世ですね、1547年の頃の法律で言いますと、労働することを拒む者は彼を怠け者として告発した人の奴隷になることを宣告されると。この人不老者ですと、怠け者ですと言ったら、
その言われた人はその宣告、告発した人の奴隷にならなあかんと、こんな法律なんですね。主人は鞭と鎖とによって自分の奴隷をパンと水、薄いスープと彼にふさわしいと思われるクズ肉とを持って養わなければならないと。主人は奴隷にどんな嫌な労働でもさせる権利を持っている。奴隷は14日間仕事を離れれば終身奴隷の宣告を受け、額か頬、おでこか頬に S っていう文字を、烙印をされるんですって。 S っていうのは奴隷の頭文字です。で、3回逃亡すると国家の反逆者として死刑に処されると。主人は奴隷を他の動物や家畜と全く同様に売却したり、奴隷として貸し借りするようなこともできたんだということで、まあ、こういうふうなことをやってね、無理やり働く労働者にしていったっていうね、そんな歴史があるんですね。ですからまあ今日は階級闘争という話なんですけども、決して労働者と資本家というのは対等じゃありませんし、金儲けするために土地を奪われてホームレスになった農民を無理やりですね、こういった厳しい法律によって労働者にしていったっていうね、歴史があるっていうことなんですが、そういう中でね、産業革命後の話なんですけども、まあ機械が長時間労働、低賃金を生む、そして成人男性は失業させられる、まあ、そういう状況の中で労働者もこれはたまったもんじゃないと言って抵抗を始めるんですね。どういった抵抗が始まるかと言いますと、それは自然発生的に始まったんだそうですね。例えば、ものすごく貧しいんで、お金がないわけです。だからその工場でできた作った商品を盗むんですね。盗んでどっかで売ってお金に変えて生活するっていうようなことをやったりとか、新しい機械が入ってきたら自分たちの、職を奪われてしまうんで、その機械を壊すってね、こういうことをやるんですね。盗む壊すなんていうことをやりますと、これはもちろん犯罪ですんで怒られるんですね。で、怒られたらどうするかというと殴るんですね。まあ、そういった工場の責任者なんかを殴ったりするわけですね。盗む壊す殴るというような、抵抗を労働者は自然発生的にあちらこちらで始めるんですね。でもこれはもちろん犯罪行為なんで警察や軍隊なんかに鎮圧されて、なかなかね、大きな成果を生むというふうなことなかったんですね。まあ、そういった中から労働者がやがて素晴らしい戦術を編み出すんですね。それがストライキなんですね。どういうことかと言いますと、一斉に仕事をボイコットしたんですね。労働者にとっては、生産手段持ってないので、生産手段と結びつかないと生きていけない。しかし逆に言えば、資本家は生産手段持ってるけども、生産手段なんぼあっても労働力がなければ物を作れない。これに労働者が気づいたんですね。ですから一斉にみんなで仕事をボイコットする、ストライキという戦術を編み出して、これによって自分たちの権利を向上させていくんですね。でもストライキってね、やりたいなと思ってすぐできるもんじゃないですよね。だってまず一人でやったって意味がありませんからね。みんなで団結して一斉に休まないと、ボイコットしないと意味がありません。で、その仕事を拒否してる間は、ストライキしてる間は当然賃金もらえませんので、その間の生活どうするんだと、まあ、こういう問題が発生してくるんですね。で、まあ、労働組合というのはいろんな、説があるんですけれども、こういう説があるんですね。イギリスではパブというね、労働者が仕事が終わってからみんなが集まってビールを飲む、そういったパブリックハウスっていうのがあちらこちらにあったんですね。で、そのパブリックハウスっていうのは、だいたい同じ仕事、同じ職種の人がその同じ店に行くっていうふうに決まってたみたいですね。そういったまあ、酒場で労働者は仕事で疲れた体を癒しながらみんなでいろいろね、話をするんですね。もう会社の、工場の、賃金が安すぎて困るわ、俺も困るわ、もう労働時間が長すぎて困るわ、俺も長すぎて困る、このままじゃ死んでしまうわと、だいたいみんな、共通のね、悩みがあるわけです、不満がね。そういう中から、やがてみんなでね、ちょっとずつお金出し合って、いざという時のためにお金を蓄えるんですね。そうして、まあ、例えば、まあ、誰か怪我した人がおったら、そのお金で、
しばらくの間仕事休んで生活しなさいやみたいな、そういう互助会のような共済会のようなものができるんですね。で、そのお金っていうのは大体、パブのマスターが預かっといてくれるわけですよ。マスターからしたらお金預かっといたらまだお客さん来てくれるんでね、お金預けっぱなしでもその店行かへんわというような人いてないんで、それはまあ、店にとってもメリットがあるわけです。まあ、そういうふうなことをして互助会的な共済会的なものを作ってたんですけども、やがてそれが発展して労働組合になるんですね。だから労働組合っていうのは、いつでも労働者がストライキするために、日常的に戦う組織を作っていく必要があると。そういった中で、例えばパブなんかでお金もちょっとずつ集めながら、形成されていったっていうのは、有力な説として一つあるんですね。ですから労働組合っていうのは、労働組合ができてからストライキをやったっていうよりも、むしろストライキというものがまずあって、それを発明してそのストライキをいつでも、できるように日常的に戦う組織を作ろうと言ってできたのが労働組合なんですね。そうやってイギリスでは世界で初めて労働組合ができたわけです。で、その労働組合でストライキを戦うことによって、労働時間とか賃金とかね、そういったものを改善していったわけです。ただ労働組合ができて、そういったストライキを、武器に戦っていくと、すぐに政府なんかは弾圧します。団結禁止法という法律を作って、労働組合を作ることそのものを禁止にしたりするんですね。それでも労働者は団結で戦うしか自分たちが人間らしく生きていく術はないということをもうこの時は自覚してますんで、法律で禁止されても労働組合を作って戦い続けてきたというのが歴史なんですね。そうやって、まあ、団結禁止法を撤廃してストライキする権利なんかも勝ち取ってきて、まあ、現在に至ると、まあ、コンパクトにはそういう話になるんですね。だから歴史の事実を見ても、労働者は労働組合を作ることによって自分たちの、職場とか生活を改善してきたっていうのが、歴史だということですね。日本でも同じです。明治以降、労働者が大変な目にあって、そこから労働組合ができます。労働組合ができるとすぐに治安警察法という法律が作られてね、それによって弾圧されますし、やがて治安維持法なんかもできて、そして、まあ、戦争に突入していて労働組合解散させられたりするんですけども、そうやって労働組合解散させられても労働者の戦いは続いてたんですね。だから戦争中でも年間に何百件という労働争議が戦われてたというのが、歴史の事実として残ってるんですね。まあ、そういうふうにして労働組合は、そういった歴史的に戦い続けて様々な権利を勝ち取ってきたということがあるわけなんですけども、その労働者の権利ですね、労働者労働組合の権利について考えていきたいんですけども、日本ではね、日本国憲法というものがね、あります。立派な憲法がありまして、生存権、人間らしく生きる権利ですね。そして教育権、教育を受ける権利。そして働く権利、まあ勤労権とか労働権とか言いますけどね、そういう代表的な労働者、まあ労働者だけでなくて日本人、日本国民だったら、みんなが保障されている権利なんですけども、こういった権利があります。25条ですね。で、26条、27条。こういう感じになってるんですけども、こういった人間らしく生きる権利とか、等しく教育を受ける権利とか、働く権利、こういった権利が脅かされたときに、我々は労働組合を作って戦う権利があるんですね。それが、労働基本権と言われるものです。労働基本権は憲法28条なんですね。この労働基本権というのはどんな権利かと言いますと、3つの権利があります。1つは団結権。そして団体交渉権。ちょっと権利の権をちょっと省いてますけども。そして団体行動権。この3つの権利をひっくるめて労働基本権とか労働三権とかね、そういう言い方するんですけども、
大事なのは全部大事なんですけども、特に大事なのはこの団結権なんですね。団結権というのは何かと、まさしく団結する権利なんで、労働組合を作る権利なんですね。労働組合を作る権利なんですけども、我々が何らかの組織とかグループを作るというだけでしたらば、憲法21条というのがありまして、そこに結社の自由というのがあるんですね。なんかグループ作る自由というのは21条で保障されてるわけです。それなのにわざわざ労働者には憲法28条で別途労働組合という組織を作る権利が認められてるんですね。この違いは何なのかということなんですね。これは自由と権利の話なんですね。もちろん自由も権利の一つですけども、自由っていうのは比較的ね、古い権利なんですね。自由権、封建制社会から、資本主義に発展する段階で、むしろ資本家階級のね自由を保障する意味で自由権というのが生まれてるんですね。有名なところでは所有権ね、自分たちが働いて得た成果は自分たちのもんなんだ、それを犯すことはできないというね、そういう所有権なんかがあるんですが、自由っていうのは、ね、何々してもいいですよ、どうぞご自由にっていうのが自由ですね。でも労働組合の団結権っていうのは、自由、単なる自由じゃないんですね。労働組合作ってもいいですよ、どうぞご自由にっていうんではないわけです。労働者が労働組合を作ったら、使用者はそれを尊重しないといけないんですね。どういうことかと言いますと、自由っていう限りでは、映画見に行ってもいいですよ、デートしてもいいですよ、映画見に行ってもいいですけど仕事終わってからにしてくださいね、仕事中にイチャイチャしないでくださいね、まあ、これが自由ですよね。なんぼ自由や言ってあって仕事中に職場でされたら困りますと。でも労働者が労働組合を作ったら尊重しなければいけないんで、仕事中に労働組合の活動をしてもいいですし、職場で労働組合の活動をしてもこれはいいんですね。この違いなんです。もちろんそれは細かい具体的な内容は、労働組合法なんかである労働協約によって、取り決めしないといけませんけども、尊重というのはそういうことなんです。これどういう違いかと言いますと、結社の自由という自由権、比較的歴史の古い自由権、これは資本家の利益を守るために生まれたのが始まりでした。資本家の自由権、例えば労働者を雇う自由、その労働者を長時間働かせようが低い賃金で働かせようが、それは資本家の自由でしょうということに対して、それではたまったもんじゃないと、自由では生きていけない、ご飯が食べないと言って労働者が戦って勝ち取ったのが自由権に対して社会権なんですね。社会権というのは新しい権利なんですね。その社会権の最も最初に勝ち取ったのがこの労働組合を作る権利、団結権というふうに言っても過言じゃないと思います。労働者が労働組合を作って戦う権利、これがあって、例えば生存権とか教育権とか労働する権利なんかも、勝ち取っていったという、そういう感じなんですね。だから労働者が、労働組合を作ったらそれ尊重しないといけませんので、職場で何か不具合があったり不満とか不安があったら、労働者はそれを要求にします。要求にして、経営側に交渉を申し込むことができるんですね。それが団体交渉権です。これが例えば労働組合に入ってない一般の一労働者が、俺ちょっと会社の社長に文句言うてくるわと、もう賃金安すぎるし給料上げてって言うてくるわって言って会社の社長に直談判しに行ったとしても、社長はその労働者と話し合う義務がありません。知るか言うたら終わりです。でも労働者が、その労働者が労働組合に加入した、もしくは労働組合を作って団体交渉を申し入れたら、これを会社は断ることができないんですね。断ったら不当労働行為ということなんですね。不当です。不当な、まあ、労働者に対する行為、労働組合に対する行為ということで、これは法律違反になります。
で、話し合いで何でも、解決したら一番いいんですけども、なかなかそうはなりません。その時は、実力行使に出ることができるんですね。それが団体行動権です。有名なのは先ほどから説明しているストライキですね。これも労働組合の一番の武器です。しかしストライキ以外にも、例えば会社の門前なんかで宣伝カーをつけてね、大きなマイクで、ここの会社はね、とか言って、会社の不当な行為を告発するようなこともできますね。これを普通の人がやりますと、何会社の前で大きな声出してるんだということで、威力業務妨害とかね、営業妨害となって訴えられたりしますけども、労働組合が労働者の権利を守るために会社の前でそういった抗議行動を行っても威力業務妨害にはならないんですね。要するに、労働組合の正当な、行動というのは、免責されてるんですね。責任がないんです。刑事免責、民事免責。ですから労働組合がまだ、戦い始めた頃はストライキ権がなかったんで、ストライキしたら警察に捕まる、もしくは損害賠償を請求される、まあ、そういった、刑事とか民事の訴訟なんかにも起こる、可能性があったんですけども、今はそんなことないわけですわ。労働組合が、ストライキしようが、捕まらないですし、損害賠償を請求されることもないわけです。まあ、このようにして労働組合は、憲法によってしっかりとその活動が保障されてるっていうことなんですね。で、その憲法には、詳しい具体的なことは書いていないんで、細かいところは法律で決めるっていうことになってるんですね。で、例えば労働権でしたら労働基準法とかね、生存権でしたら生活保護法とかね、いろんな法律があるんですけども、労働組合の場合は労働組合法という、ね、法律があります。で、労働者の労働組合の職場の中での、権利、効力っていうのが、はっきりとしてます。最も職場内で、力を発揮するのは憲法です。立憲主義の、ね、国なんで、憲法が一番強いわけです。で、その憲法に基づいて、法律が作られてるんで、その次に強いのは法律なんですね。で、法律に基づいた就業規則が作られます。例えば法律では1日8時間、週40時間を超えて働かせてはならないって、労働基準法に書いてますよね。だから、就業規則は必ず1日の労働時間は8時間以内でないと飽きません。それを8時間以上働かせるということは法律違反です。ただまあ36条が、ね、ありますので、サブロック協定結んだらいけるんですけどね。いずれにしても、法律内の就業規則を作らないといけません。で、就業規則に基づいた一人一人の労働契約が行われます。例えば就業規則では1日の労働時間を7時間とかね、7時間半とか、法律よりも、さらにゆとりのある就業規則にしているとしますね。なのにある人の労働契約だけ1日8時間になっていると。で、その労働者が、そんなん知りませんでした、他の人みんな8時間じゃなくて7時間じゃないですかって言った時に、会社が、いや、法律で8時間なんだから、別に、8時間でもいいだろうと、いうのはあかんのですね。これは、まあ、就業規則で決まってるんで、就業規則を優先しないといけない。で、逆に就業規則で決まってる、よりも、厳しい条件で契約したらダメなんですね。で、職場の中で一番、効力というか、力がないのが、業務命令です。まあ、しかし実際どうでしょうか、皆さんの職場で一番幅を利かしているのがこの業務命令だというふうな職場もあるんではないかなというふうに思います。まあ、こんな感じで、職場内の効力っていうのが、決まってるんですけども、あ、職場ないやね。ここで労働組合のすごいところはもう一つあるんですね。この並びの中に労働組合ならではのもう一つの権利があるんですね。それは何かと言いますと、労働協約なんです。これは労働組合しか結べない使用者側との協約なんですね。これが職場内では
法令の次に強いんですね。ですから就業規則で例えばね、1日の、労働時間が、8時間になってるけども労働組合が協約結んで、7時間にしましたって言ったら、それはその方が強くなるわけですね。例えば労働組合の専従、仕事を休んでる状態にして労働組合のことを仕事にする専従者を置くと、僕もそうなんですけどね、そういったこともこの労働協約で決めれるんですね。ですからさっき言った職場内での、勤務時間中の労働組合の活動なんかも具体的にはこの労働協約で、決めていくっていうことになるんですけども、これはもう労働組合でしか結べないわけです。ややこしいのでね、労使協定っていうのがあるんですけども、労使協定、例えばサブロク協定は労使協定なんです。労働基準法36条で、1日8時間、週40時間を超えて、働かすことを可能にする協定なんですね。これは、労働者の代表と、経営者の代表が結ぶんですね。労働者の代表であれば別に労働組合でなくても結べるのが労使協定なんです。労使協定と労働協約は違うわけですね。で、ただまあその労使協定なんですけども、労働組合がある職場ですと、労働組合が多数を、占めてね、多数の代表者となって、労使協定、サブロク協定なんかを結ぶこともできるわけですね。これが労働組合がない職場なんかですと、勝手に経営者側が労働者代表を決めて、サブロク協定結んでるっていうのが多数あるんですね。もうとんでもない長時間のサブロク協定結んだりしているんで、労使協定においても労働組合があるとないとでは大きな違いになってきます。まあ、このようにして、労働者労働組合が様々な、権利が保障されているんだと。ただそれは、勝ち取ってきた権利なんでね、使わなければならないんですね。使用者側は、あげたくてあげた権利じゃないわけですわ。勝ち取られた権利なんです。だから隙があれば奪い返したいわけですね。だから我々は、普段の努力でね、この権利を守らないといけないですね。守るもしくは行使してさらに高めていくっていうことが必要なんですけども、いずれにしろ、労働組合にはそういった権利があるんですということなんです。あ、これ大事なこと忘れた。ちょっと失礼。どうもどうもです。なんで労働組合がこんなに、憲法などでしっかりと権利が保障されているのかという問題について次考えていきたいんです。そこでね、ちょっと紹介したいのが2のところに書いてます。労働組合その過去、現在、未来という、カール・マルクスの文章なんです。今日ここにちょっとそれをね、用意してるんですけども、これだけの非常に短い文章なんです。で、過去がこれぐらいあるんですね。過去でまあ A4 1枚ぐらい。で、現在、未来というふうなことになってるんですけども、ちょっと読みますと、過去っていうのはね、こういうふうに書いてます。資本は集積された社会的な力であるのに対し、労働者が処理できるのは自分の労働力だけである。したがって資本と労働との間の契約は決して公平な条件に基づいて結ばれることはありえない。先ほどね、最初の方にお話した、資本家と労働者は決して対等ではありませんよ、一対一ではと。それは一方の側に生活および労働の物質的手段の所有がある。消しちゃいましたけど、生産手段などがね、資本家は所有していると。反対の側に生きた生産力を対峙している社会という意味においても、決して公平ではありえないのである。労働者が持っているのは働く能力、労働力だけだと。労働者が持つ唯一の社会的な力はその人数である。しかし人数の力は不団結によってくじかれる。労働者の不団結は労働者自身の間の避けられない競争によって生み出され、長く維持される。最初労働組合はそうした競争をなくすか、少なくとも制限してせめて全くの奴隷状態よりはマシな状態に労働者を引き上げるような契約条件を戦い取ろうという労働者の自然発生的な試みから生まれたと。自分たちの賃金とか労働条件を何とかして
改善思考していこうとして生まれたと、労働組合というのはね、当たり前ですわね。したがって労働組合の当面の目的は日常の必要を満たすこと、資本による絶え間ない侵害を防止する手段となることに限られていた。一言で言えば賃金と労働時間の問題に限られていた。労働組合の初期の戦い要求は賃金や労働時間の問題に限られていた。労働組合のこのような活動は正当であるだけでなく必要でもある。現在の生産制度が続く限り、要するに資本主義が続く限り、この活動なしに済ますことはできない。それどころかこの活動はあらゆる国に労働組合を結成し、それらを結合することによって普遍化されなければならない。他方で労働組合は自らはそれと自覚せずに労働者階級の組織化の中心となってきた。それはちょうど中世の都市のコミューンが中間階級ブルジョアジーの組織化の中心となったのと同じである。労働組合は資本と労働との間のゲリラ戦にとって必要であるとすれば、賃労働と資本支配という制度そのものを廃止するための組織された道具としては一層重要であると。まあ、最後ちょっと難しいこと書いてるんですけども、労働組合というのはそもそも自分たちの賃金とか労働時間、これを改善していくために作られた組織なんですと。ね。ほんで、その、要求っていうのは非常に切実なものなので、より多くの労働者に共通した要求になるんで、非常に大事だと。まあ、そういったことをしっかりやる上で、労働組合を大きくしていくことが大事だと。それがまあ、労働組合の過去の歴史でもあったと。マルクスの時代の過去なんで、今からもう100年、200年前の1866年のこの話なんでね。で、その当時の現在というのはどういうふうに書いてるかと。その現在。労働組合は資本に対する局地的な当面の闘争にあまりにも没頭しきっていて、賃金奴隷制そのものに反対して行動する自分の力をまだ十分に理解していない。このため労働組合は一般的な社会運動や政治運動からあまりにも遠ざかっていた。賃金とか労働時間の戦いに没頭しすぎてて、社会運動とか政治運動から遠ざかっていたと。これはよろしくないぞっていうことですね。だが最近になって労働組合は自分の偉大な使命にいくらか目覚めつつあるように見える。それは例えばイギリスの労働組合が近年の政治運動に参加していること、合衆国の労働組合が自分の役割について一層広い見解を抱いていること、さらに最近シェフィールドで開かれた大規模な労働組合代表者会議が次のような決議を行ったことから見て明らかである。本会議は全ての国の労働者を一つの共通の兄弟の絆で結びつけようとする国際協会の努力を十分に評価し、全労働者の進歩と繁栄にとって協会が必要かくべからざるものであることを確信して本会議に代表を送った。労働組合に国際協会への加盟を心から勧告すると。まあ、いろいろ、ちょっと難しい言葉も出てきて、分かりにくかったんですけども、労働者労働組合の戦いにはいくつか代表的なものがあるんですね。まず最も大事なものは経済闘争です。経済闘争というのは職場内の賃金とか労働時間、この改善を求めて戦うっていうね、そういう闘争なんですね。で、その闘争非常に大事だし、資本主義が続く限り未来永劫続いていくものなんです。で、多くの労働者が関心のあることなんで、この要求を実現するために多くの労働者を組織して戦うっていうのは非常に大事だと。ただいくら経済闘争を頑張ってもそれだけでは労働者の暮らしは必ずしも良くならないぞと。なぜかというと政治を変えないといけないからだ。政治闘争が大切だ。なぜかというと、例えば賃金が上がりましたと。賃金が上がってもその分税金が上がったり社会保障の負担が増えたりしたらもう何にもなりませんわね。今は確かに最低賃金が昨年上がりませんでしたけども、毎年 3% 近く上がってきました。上がってきたって言ったって知れてるわけですわ。消費税が
5% から 8% になった、 8% から 10% になった、同じ 3% 2% だけど全然違うわけです。税率がもともと5のやつが10になってるわけやから、税金の額が倍になってるわけですね。賃金は最賃 3% 上がったって賃金が倍とか3倍になってるわけじゃないですよね。ちょろっと上がってるだけですよね。だから賃金 3% しか上がってないのに、税金は率は 2% 3% であっても、もともとが 5% のものが 10% になってるってことは倍になってるわけですから、もうたまったもんじゃないわけです。だから経済闘争と同じく政治闘争が大切だっていう話なんですね。で、マルクスの時代もいよいよ労働組合とか労働者が経済闘争だけでなく政治闘争も戦うようになってきたということを、マルクスは、褒めてるんですけども、で、これからマルクスの時代ですよ、その未来どうあるべきかというのが最後書いてるんですね。どういうこと書いてるかと言いますと、今や労働組合はその当初の目的以外に労働者階級の完全な解放という広大な事業のために、労働者階級の組織化の中心として意識的に行動することを学ばなければならないと。労働者階級の完全な解放が労働組合の目的なんだと。そのことを意識的に行動するよう学ばなければならないと。労働組合はこの方向を目指すあらゆる社会運動と政治運動を支援しなければならない。自ら全労働者階級の党首、代表者を辞任し、そうした者として行動していることからすれば、労働組合は非組合員、労働組合に入っていない人ですね、非組合員を組合に参加させることを怠ることはできない。労働組合は異常に不利な環境のために無力化されている農業労働者、マルクスの時代で最も劣悪な環境で働かされていたのは農業労働者なんですね。農業に従事する労働者というのがヨーロッパ、イギリスではいてたんですね。その人たちが非常に低賃金で劣悪な、待遇だったんです。だからその異常に不利な環境のために無力化、だからもう戦う気力も起こらないぐらい大変な状態にさせられてた、農業労働者のような賃金の最も低い業種の労働者の利益に注意深く配慮しなければならない、こういうふうに言ってたんですね。これは今の時代に置き換えると非正規労働者ですね。特にこのコロナの中で、非正規労働者に、そういったもう打撃がね、直撃していってますよね。で、特にその中でも女性、非正規労働者の中でも女性、その弱い立場の人により大きな、影響が出てるのが今コロナの中です。で、コロナがなくたって非正規労働者が約2000万人でずっと高止まりしてて、全労働者の4割近くなってると。で、年収200万円前後のワーキングプアーと言われるような、1日8時間以上まともに働いても人間らしい暮らしができるだけの賃金をもらってない人が1000万人規模でいてるというね、そういう今の日本の社会、だからマルクスの時代の農業労働者と同じような状態が今の日本でもあるっていうことですね。そういう人たちに配慮しなければならないってマルクスは言ってるんですね。労働組合はその努力が狭い利己的なものとは無縁であり、踏みにじられた幾百万の大衆の解放を目標とするものだということを一般の世人に納得させなければならないと。だから労働組合は労働組合に加入している人たちためのだけに存在するんじゃないっていうことですね。労働組合にまだ組織されていない、特に日本で言うたら今の非正規労働者、女性労働者、そういった方たちを視野に入れた要求掲げて戦わなあかんっていうことを言ってるんですね。先ほど憲法で、ね、なぜ日本の労働組合がここまでしっかりと権利を保障されているのかというふうに、問いました。日本の労働組合の組織率は去年少し上がりましたけど、わずか 17.1% です。そのたった 17% 前後の労働組合員のためだけにあの憲法があるんではないっていうことですね。これマルクスが書いているように、労働組合に入っていない全ての労働者のために労働組合頑張ってくれよという期待が込められているのがあの日本国憲法ではないかなと僕は思ってるんです。今年の春闘もそうですけども、今日本の労働組合に求められているのは、
自分たちの権利はもちろんですけども、弱い立場の人、最も虐げられた立場の労働者、非正規労働者の要求も一緒に掲げて、組織を拡大していって奮闘していく、まあ、このことが求められているんではないかなと思います。で、そのことを最後ね、マルクスは一般の世人に納得させなければならない、だから労働組合のそういった活動、これを世間の人にもっと分かってもらわなあかんということですね。今年の全労連では見える化っていうのをね、方針で出してます。格差の見える化と合わせて労働組合の見える化ね、こういったことがやっぱり、今求められてるんかなというふうに思いますし、そういったことが期待されてのあの、労働組合のさまざまな権利はもう消しちゃったな労働組合の権利が保障されてるんではないかなと、僕は思っています。皆さんいかがでしょうか。まあ、マルクスのこの労働組合、過去現在未来というのは1866年ですから、今年2021年なんで、150、60年前になりますけども、全然色あせてないというか、やっぱり今の時代も同じ資本主義なんでね、課題は変わってないんですね。やっぱりそういった、格差が必ず生まれるし、貧困が広がるんですね。そういった中で労働組合はどういう役割を果たすか、階級ですね、労働者階級と資本家階級の戦いっていうのが今問われてるかなというふうに思います。とまあ、ちょっと堅苦しい話になったんですけども、今、まあ、ここまでちょっと紹介しました。で、最後なんですけどね、やっぱりいろいろまあ大変ですよね。今そうは言ってもね、コロナの中でね、なかなかみんな集まれないとかね、密は避けないといけないとか言ってね、もともと労働組合の活動で大変やったのに、まあ、さらに大変になってますもんね。僕らもまあ、僕も労働組合の委員長してますけどね、偉そうにこんなところで喋ってますけどね、みんなと同じような立場なんで、まあ、どうしていったらいいかなというふうなね、常に考えてるんですが、ちょっとね、今日はちょっと紹介したいのがあるんですが、あ、その前に、あ、まあ、いいか、これちょっと消しますね。労働組合の活動をね、生き生きしたものにと、で、要求をみんなのものにというね、大きなテーマがあるんですけども、労働組合は当然ですけども、今ちょうど春闘ですけども、春闘なんかもそうですけども、方針立てますよね。まず方針立てます。そして行動します。で、行動したら必ず大事なんですけども、振り返って総括すると。この3つ、非常に大事なんですけども、まあ、できたりできなかったりするんですよね。まあ、そこでちょっと今日は、あ、そうか、ごめんなさい。まず方針なんですけどね。方針を考えるときに大事にしたいのが、3つのキーワードです。大胆に、積極的に、そして、楽観的に、大胆に積極的に楽観的にっていうね、なんでしょう、なんかね、もうどうするっていう話になった時に、もうそんなことやったってうまいこといくんかほんまにとかね、前にはそんなんやったけどもう一つやったでとかね、いろいろもうマイナス的なことを考えてしまってね、にっちもさっちもいかんわいうようなことがあるんですね。そうじゃなくて、もう方針はね、もうできるだけ大胆に積極的に楽観的に立てた方がいいですよっていう話なんです。例えば、あの、皆さんどうでしょうか、春闘ね、要求は必ず出してます。もうこんなコロナ禍なんだから賃上げなんて難しいで、確かに難しいと思うんですよ。でもやっぱり要求していかない限りね、回答も得られませんので、ドーンと要求する必要があると思うんですね。うちの組合では昨年の秋にアンケートも取って、その結果ね、今年の春闘では3万円という要求をしました。去年は2万5千円だったんです。去年よりも高い要求掲げました。ちょっと大胆かなと思ったんですけども、やっぱりみんなのアンケート結果なんか見ますと、一番要求金額で多いのは5万円ですしね、毎月の不足額も5万円というのが多いんですよね。だから5万円ぐらい本当は欲しいんです。でもみんなで議論したら、まあ3万ぐらいかなってなったんで、3万円っていうね、要求を立ててるんですけども、決してこれは、無謀な要求とは僕らは思ってないんです。
本当に普段から大変なんで、今、5万円ぐらいいるだろうと。だからまあ、一歩踏み出すときに、より大胆に、楽観的に、積極的に行こうやと。もうそこでぐじぐじ言わんと、やろうやという話ですね。ただ、その方針立てたら、行動はどうかというときに、行動は全然違うわけです。行動するときは、細心に、綿密に、慎重に。いざ行動するときは、やはりそれなりに、綿密な計画を立ててね。例えばですけども、誰が何をいつまでにどのようにするかであるとかね。そういったことをきちんと決めて行動しないともったいないですよね。行き当たりばったりはダメなんですね、行動するときはね。先日、うちの組合で、議員訪問したんですね。今年中央行動が東京に行けないんで、地元の、国会議員の事務所を訪問して、最低賃金引き上げのね、署名の紹介議員になってくださいって言ったんですけども、その時もね、例えば電話をしてアポを切ってから行った方がいいのか、まあ、それとも飛び込みで行った方がいいのかとかね、いろんなこと議論して、まあ、例えば本当は礼儀やったら電話をしてから行った方がいいんだけど、そうするとやっぱりどうしても、断られると。そうじゃなくて、もうそれやったらもう思い切って飛び込んでいこうというふうな、行動はまあ、思い切って言う話になるんです。そこまで行くまでに綿密な話し合いをしてね、そういった行動計画を立てたんですけども、まあ、とにかく誰が何をいつまでにどのように行うかっていうことが、はっきりとみんなで共有されてるっていうことが大事だと思うんですね。で、その上で、例えば、行動するときにはできるだけ多くの人が参加できるような取り組みするとかね。今年はまあ全労連の提案でカエルリーフっていうのをね、日頃労働組合の活動にあんまり参加しない人も、せめてその、カエルリーフっていうチラシをね、お家の近所でも、ポストに入れてもらう。10部、20部でもいいんだからというふうなことをね、提案されてますよね。まあ、そういったことが、ハードルね、下げて、一人一人がやれることをね、増やしていく。で、多くの人が参加できるような労働組合の活動にしていくっていうのは非常に大事だと思うんですね。で、そういった取り組みする中で一人一人が成長できるような工夫ですね。例えばニュースの原稿を頼んでみるとかね。断行に、来て発言してもらうのは、ちょっと勇気いるけども、一緒に来てね、横に立ってもらってるだけでもいいからとかね。まあ、そういうところから、始めていって、経験積んでいってね、成長できるような、そんな取り組み。そして、すべてにおいて大事なのは、やっぱり学習と交流。これが大事かなと思います。さっき、政治闘争、あ、経済闘争、政治闘争でね、ありました。それとはやっぱり大事なのは、そういった経済闘争と政治闘争を結びつけるような思想闘争。要するに、支配層とか資本家なんかは、ものすごいお金を使って、いろんな政策を打ち立ててきてますよね。ほんで、新聞やら、テレビやら、教育機関なんかを使って、日頃から、それでイデオロギー、思想を、こう、例えば自己責任論とかね、そういったものを植え付けていくようなことやってますんでね。で、今やったらコロナやからもう賃上げ無理やで、みたいなね。賃上げか、雇用確保か、みたいな二者択一の、そういった論議をしていってますよね。それに打ち勝とうと思ったら、我々労働者も学習しなきゃいけませんよね。そういう思想闘争って言うんですけど、そういったものがまず大事だと。だから学習は常に大事ですと。で、学習とやっぱりこのコロナでなかなかみんな集まりにくい状況があるけれども、一緒に集まってとか、まあ、ズームとかいろんなね、工夫ありますけども、話するっていうことが大事だと思うんですね。だからまあ、最近はもう大勢でね、一堂に集まるっていうのは難しいですし、まあ、コロナでなくても最近シフトがバラバラとかでね、一斉にみんなで集まるっていうのは難しい状態あると思うんです。だからまあ、3人以上集まったらね、それで要求とか回答について話し合ってほしいとかね、そういうのも大事ちゃうかなと思うんですね。うちの組合ではまあ、春闘の時とか秋闘の時には必ず分会活動支援費っていうのを用意してね、分会会議を開いてもらったら、その後ちょっとね、懇親会でもしてくださいと。まあ、それにちょっと足しになるような組合から出しますよっていうね。まあ、ちょっとまあ、やり方どうかわかりませんけども、まあ、みんなで、膝つき合わせて話しようかというね、そういう場を作るのが大事かなと思います。先ほど、要求が3万円になったっていう話ありました。要求3万円って言ったら、まあ、3万円の時はもちろんですけど、2万5千円の時もそうなんですが、みんなそんな高い要求実現できるわけないで、まあ、こんな声が返ってきます。
で返ってくるけど、アンケートにはみんな5万円とか3万円とか書いてるんですけどね。だからアンケートの結果だけでは要求はできないんですね。こういうアンケートの結果できてるけど、みんなどう思うって問いかけていかないといけないし、みんなの声を聞かないといけませんね。で聞いたら、そんなんどうせやったらもっと実現可能な金額にした方がいいんちゃうかとかよく言われるんですね。実現可能な金額でいくらなって、それ言ったらもう0円とか100円になるでと。そうではないやろうと。みんなが必要なものが要求でしょうと。まあそういう、まあめんどくさいですけど話していって、やっと要求がみんなのものになるっていうかな。不満とか不安が、個人で一人歩きしてるうちは要求とは言えません。やっぱりみんなで話し合う中で、そうやなと、言う通りやなとなったものが要求なんでね。そういったまあ、民主主義的なやり方っていうのはね、非常にめんどくさいんですけども、まあそういうことが必要かなと思います。で、そういうふうな中で、例えば職場の仲間を、励ましたりとかね、情報を共有できるようなニュースの発行というのは大事かなと。ニュースっていうのはやっぱり定期的にね、発行するっていうのが大事ですよね。だからまあ定期的にしようと思ったら、やっぱりみんなの協力がいりますね。だからニュースっていうのはもう自分一人で書いたら手っ取り早いんですけども、できるだけ、組合員の皆さんに、分担してもらって、みんなで協力して発行していく。そのためには月1回とか週1回とかね、定期的なニュース発行というのが求められるかなというふうに思います。まあそんなこんなでいろいろあったんですけども、大事なところで、そういった行動をしたときに、最後はやっぱりきちんと総括していきましょうってことね。やりっぱなしはあかんよっていう話ですね。でその総括は、率直に、的確に、戦いの出発点。総括はやはりみんなが思ってることを率直に言ってもらわないと意味がないんですね。やっぱり正しい認識のもと、事実現実に基づいて、総括していくっていうのが大事なんで、率直にまずみんなが意見してもらうと、そのことが本当に的確なのかどうかですね。例えば、みんなで、全員断交を方針でやると決めたと。でも全員断交したけどなかなか人数集まらなかったと。あの方針を間違ってたんじゃないかっていうね、そういう総括がされようとした時に、それは全員断交をしようとしたことが間違いではないでしょうと。みんなが集まらなかったことが問題だったんじゃないと。じゃあなんでみんな集まらなかったんでしょうね。どういうふうな働きかけをみんなでしたんやろうか。LINE で送りましたとかね、電話しましたと、いろんなこと出てくると思うんですけども、で方針が間違っていたのか、方針は正しかったけど行動が間違っていたのか、方針も行動も間違ってなかったけども我々の力不足だったのか、いろんな、状況あると思うんですね。でもそれを的確に、総括するっていうことが大事だろうと思うんですね。だからまあそういうふうに、率直に的確な総括をしようと思ったら、意見の出しやすい雰囲気っていうのが必要ですね。だからいろんな工夫がいると思います、そういった総括会議するときにはね。で最近ちょっとね、僕らもよう意識的にやってるんですけども、この間労組訪問したときも言ってはりましたけども、こういうね少人数に島作って分かれてねやるような、ワークショップ的なねやり方っていうのは結構広がっていってますね。ほんで一つの島はだいたい4人ぐらいでとかでね。この4人ぐらいっていうのが結構キーポイントなんですね。4人ぐらいやったら、大きな声出さなくても話できるし、割合、みんなが喋っても時間取らないとかね。そういうふうな、いい人数になってるんですね。ほんで、我々は最近やってるこういう一人はそれぞれの島で、リーダー的な人を置いて回してもらうんですけど、それ以外の人は、例えば15分この島でやったら違う島に行ってもらってね、また話すると。ほんでまた15分経ったら違う島行くとかね、そういうワールドカフェっていうらしいですけど、そういったことなんかもやって、そうしたらね、すごいね、みんなこの、ただ聞くだけの会議じゃなくて、めっちゃ今日は話できたとか、ほんでいろんな人の話聞けた言うてね、すごい満足感あるんですよね。で、その時に、大事なことは、それぞれの島で話してるときに、他の人の意見を、否定しないっていうことが大事ですね。
否定しちゃうともうそこでみんな喋るのやめてしまうんで、率直な意見聞けなくなるんですね。だからまずは思ってることをみんな出してもらうっていう意味でも、こういう形式はね、非常に有効かなと思います。だ少人数で、まずは否定せずにみんなの話聞くっていうね、そういった工夫なんかも、されてるようですけども、まあ、そんなことも、やってみたらどうかなというふうに思います。いずれにしても大事なことは、率直に的確に総括して、小さな前進とかね、ささやかな積極面、これを見逃さないっていうことですね。行動したらね、すべてがすべてうまくいかないかもしれないけれども、必ず何らかの前進点あるはずなんです。それを、やっぱり、こまめに、もう真剣に見逃さないという姿勢で臨んでね、そのことをみんなで共有するっていうことで、新しい次の戦いの出発点にしていってほしいと。まあ、こういうことなんですね。これ別にまあ、僕がまあ、偉そうに言ってますけども、必ずしも僕がいつもできてるっていうわけではないんですけども、節目節目でこういうことを考えるの大事かなと。だからさっきの思想闘争じゃないですけどね、そういったまあ、大きな戦いの時には、情勢学習とか課題学習とかも大事でしょうけど、こういったまあ理論的な、基礎理論的な学習もやって、改めて、戦いに挑むっていうね。ほんで、総括も節目節目でね、やっていく中で、その修正していってね、勝利を目指していくというかな、そういったことが、有効かなというふうに思っております。まあ、いずれにしましても今日はですね、まあ、階級闘争論というね、ちょっと仰々しいタイトルつけましたけども、大事なことはね、労働者階級なんだ俺たちは、僕たちは、私たちはって、そこをちょっと分かってほしいんですね。労働力しか持っていない、労働者、一人一人では弱い立場の労働者。でも人数の力という圧倒的な社会的な力があるんで、資本主義社会なんかなかなか競争が激しくて、まとまりにくいけども、それを乗り越えて労働組合で団結していきましょうと。そうすれば、戦い方によってはね、大きな前進が勝ち取れると。ですからまあ、仕方がないではなく、みんなで変えるへと。それを労働組合で実現しようと。まあこういうテーマで、まあちょっとまあ雑白な話になりましたけれどもね、私の話はこれで終わっていきたいと思います。どうも皆さんご視聴ありがとうございました。さようなら。神奈川県労働者学習協会の藤田です。第131期労働学校哲学経済学階級闘争論、いかがでしたでしょうか。昨年秋の労働学校からオンラインで行っておりますが、今回も実行委員会で試行錯誤しながらオンラインならではの広がりを作ることができました。神奈川県内だけでなく全国の学習協会の皆さんにも視聴していただきました。聞くところによりますと、第1回目の講師をされた中田進さんはアメリカ在住のお知り合いにも視聴していただいたということです。コロナ禍で集まれないけれどもつながっているんだという気持ちになりました。この労働学校で学んだことをぜひそれぞれの組合活動などで活かしていただきたいと思います。そしてジェンダー平等ってどういうことなのかということを学習する機会が多くなりました。ジェンダー平等視点でのものの見方が労働学校の学びの場でも求められていると思います。講師の先生方が触れておりますが、労働学校をより深めていくために勤労者通信大学の受講をお勧めします。2021年度は新テキストとして労働組合コースが入りました。現在の労働者の働き方に向き合い、内容を徹底的に議論して作られた教科書になっております。パンフレットをぜひご覧ください。そして学習の友はあらゆる学習の土台として大いに服用とお願いしております。学ぶことは生きる力がキャッチフレーズで、タイムリーな内容がきっと役に立つということでしょう。購読されてない方は一度お手に取ってください。勤労者通信大学と学習の友は説明欄にリンクを貼っておきますので、よろしければご確認ください。それでは秋の労働学校でお会いしましょう。ご視聴していただきありがとうございました。